白銀のカルキャルトアラは、竹内直行、作、小松、エイジ、ガの小説作品。コンプティーク2007年1月号から8月号まで連載された。高画ガ道、スタジオ、熊さんチームのコンピュータゲーム、青い海のトリスティア、青い空のネオスフィアと共通の世界観を有する、ディープ、ブルーシリーズの一作品。大陸統一戦争が古代パシアテ文明の、 超科学技術、E テクノロジーの最高に成功したフルクラム帝国の派遣確率により集結してから15年、皇帝の即位から20年を記念する式典が帝都で開かれることになり、世界各国から来賓が帝国の用意した豪華客船に迎えられて集結しようとしていた。そのうちの一席、クイーンズマター号に乗る辺境の小国、ラボアキン王国の王帝、トあラは、 式典への出席と、帝国ジュニアアカデミーへの入学という使命に、燃えていたが、港への停泊を目前に船は、反帝国を標榜する武装勢力に乗っ取られてしまう。乗客たちが騒然とする中、白銀の神の少女古代パシアテ、文明保存管理局、通称、ライブラリーの代行者を名乗るカルルスランが現れた。ゴーレムを操る武装勢力の攻撃にカルは全く、動じることなく、 白銀の装甲に身を包んだゴーレムを呼び出して、武装勢力を鎮圧する。数日後、トアラは、入学手続きのために、帝国ジュニアアカデミーを訪れるが、そこには、アカデミーの制服を着た、カルの姿があった。ディープ、ブルーシリーズの登場人物を参照。2008年3月29日にエンターブレイン、ファミ通文庫より発売。 ISBN 九百七十八から四から7 5七7 4 0七九二ありがとうございます。